まさきでーす。今日はですね、ロサンゼルスに住んでる高江さんにお越しいただいてます。高江さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからですね、高江さんと一緒にロサンゼルスの教育についてたくさん動画をですね、配信していきたいというふうに思っております。ただ今回はですね、初ということなので、高江さんの人となりを知っていただくために自己紹介の動画を本日はお送りできたらというふうに思っております。ということで、高江さん、ぜひこれからですね、はい、いろいろ自己紹介をまず、していただけたらなというふうに思います。簡単にお願いいたします。私、和歌山高代と申します。アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスには住んでいます。アメリカに住み始めて22年なんですけれども、最初の20年はサンデゴ市で住んでました。で、今ロサンゼルスに移って2年です。子供が2人おります。娘が24歳で、つい先日オーストラリアのメルボルンに移住をしまして、はい、そちらで生活をしてます。ああ、そうなんですね。はい、なんか結婚とかそういうので、メルボルン、全然。まあ、ちょうどこちらでやってて、ロサンゼルスに住んだんですけど、はい、そこでやってた仕事を辞めて、はい、で、まあ、彼女も大学の時いろんな国に行ってたんですけど、うん、オーストラリアに行ったことないなっていうので、はい、でオーストラリアでちょっと仕事をしながら生活してみますって言って、はい、行ってみたいなみたいなんで行くっていう、そのフットワークがすごいですよね。すごいですよね。彼女の行動力はすごいなと思います。はあ、でもそれをね、こうある意味育てられた高代さんがね、その教育をこれからどんどんね、聞いてみたいなというふうに思いますが、あと息子がいまして、今20歳なんですけど、はい、サンディエゴで大学に行ってます。ああ、そうなんですね、はい。ちなみに、なんでまずこうアメリカにこう住むきっかけになったんですか、その20年前。ですね、日本で私実はフィットネスのインストラクターをしてたんですね、日本で、はい、で、その時に言ったら専門職として妊婦さんたちに運動を教える運動指導士だったんです。あー、なるほど。だから、はい、産婦人科の中で、はい、妊婦さんたちたくさん集めて、はい、で運動を知っててたんですね。で、その時に同時に私出身が青森県の八戸なんですけれど、はい、ちょうど八戸の隣の町三沢市っていうところに、はい、アメリカの米軍基地があるんですね、はい、だから私三沢でも仕事をしてたので、病院の中で、へえ、で、まあ、声をかけてもらって、そのマタニティヨガとか、うん、そのマタニティエクササイズっていうことで、その地の中のジムで教えてたんですね。へえ。でもそういう経緯があって、はい、でアメリカの海軍の方と知り合って、はい、それでその、まあ、今はもう離婚してるんですけど、はいはい、その前の旦那さんが、もちろんアメリカ人で軍に所属してるので、うん、転勤っていう形でサンディエゴにいたんですね。はい、ああ、そうなんですね。だからそれがきっかけで、はい、サンディエゴに20年住みました。へえ。その時は英語とかは話されてたんですか？もうある程度得意だった、ね、話してましたけど、やっぱりどうしても日本の中でも、はい、まあ、特に基地の中って小さなアメリカなんですけど、はい、やっぱりどうしてもブロックンイングリッシュで通じちゃうんですよね。うん、それでもコミュニケーションも取れるし、はい、言ったら買い物もできるし、病院に行ったりとかもまあできてたんですね、はい、だから それぐらいはっていうか、まあ、それで別に支障はなかったんですけど、やっぱりアメリカに来てからは全然違いました。ああ、そうなんですね。映像の違いって何なんですか？全然違う。まず私は例えばマクドナルドに子供たちが、ね、遊びに行きたいとかご飯食べたいとかって行くじゃないですか、はい、マクドナルドでまず注文ができなくて、ああ、なるほど、早いし、はい、いらっしゃいませって言ってくれてるだけなんですけど、はい、もうそれがものすごい緊張してへえ。そうでした、うん、だからこう聞くっていうことがすごく大事なんだなっていうのをすごいそこで学んで、まず電話取れなかったですもん。ああ、なるほど。相手が何を言ってるのか分からなくて、はい、でその時にすいません、ゆっくり話してくださいって言えばいいのよと教えてもらって、うん、でそれを言うようになって、でゆっくり聞くようになったんですね。でそこからですね、聞いてそれを真似するっていうところから英語っていうのを学んで、へ今はおかげさまで普通に使わせていただいてます。あ、そうなんですね。
いや僕もあの世界とか回ることあるんですけれど、そこでこう僕英語喋れないので、もう基本的にこう大阪弁とこうジェスチャーでこうやるんですけれど、まあ僕ちょっと、ね、はい、あの大阪の人って得ですよ。だって英語とだって大阪弁のノリって一緒だから。へえ、そうなんですか。へえ、あ、なんかこう会話の感じがですか。会話のこう心のノリが一緒なんですよ。へえ、そうなんや。まあ、ただ僕留学してた時にその携帯電話を持って、でその電話をしようと思った時にそのボディーランゲージとノリが通用しなくて、もう大変というか、だから僕も恐怖症でしたね。電話だけが本当こんなの怖くて、私もだから本当電話が鳴るともう冷やせた。あ、でもやっぱりもう住めば住むほどそれにも慣れてきて、当然も今はもうペラペラ話ができるっていうことなんですよね。そうですね、おかげさまで。だから、まあ、ちゃんとバイリンガルっていうか英語を使って、うん、私のやってる仕事もさせていただいてます。え、ちなみに今どんなことをされてらっしゃるんですか、ロサンゼルスでは。まあ、先ほどもねちょっとお話しましたけど、私もともとその妊婦さんたちの運動指導士だったんですけど、はい、やっぱりそういう仕事が好きなんでしょうね、はい、でアメリカにはお産に寄り添うドゥーラっていう役割があるんですよ、はい、助産師さんとはまた違うんですけど、はい、助産師さんたちと一緒に、もしくはその産婦人科の先生と一緒に仕事をしていくですけれども、ドゥーラという仕事をしています。へえ、はい、それちなみにどんな風に違うんですか、その助産師さんとは。大体助産師さんとお医者さんっていうのも、お医者さんはメスを持って、手術ができるっていうのが、はい、あとお薬を処方できるっていうのも大きなポイントですよね。はい、助産師さんたちもお薬の処方をします。だけど基本はとてもその自然のやり方で人間の体の体力とか免疫力とかっていうのを高める、そういう知識をたくさん持ってる人たちなんですね、はい、で助産師さんたちはそのメスを持って手術をするということはしないので、すべて手を使って、うん、はい、でも助産師さんたちもお医者さんたちも、お産の時には命を安全に守るという仕事をしてるわけです、はい、医療行為ができるわけです、うん、でも私たちドゥーラっていうのは一切その医療行為をしないんです。だけれども見ている一緒にそこで寄り添っていくっていう中で、そのお産がどういう経緯で進んでいるかも分かるし、言ったらそのお母さん の, その気持ちも分かる。だから気持ちのサポート、だから体の面でのサポート、それからいろんな情報を持っているので、その情報を伝えるという、そういう3つの大きなサポートをするのが私たちというです。へそれちなみにそのインストラクターから その、ね、それで、まあ、あの旦那さんとの出会いもあり、あのサンディエゴに行かれて、でそこからすぐにこうインストラクターではなく、ドゥーラにではなくて、全然それまでの間はもう子育てしてたし、はいはい、アメリカに来てからは、はい、まあ、ちょっとの間、そうですね、息子が生まれるまでは私もこちらのジムでやっぱり妊婦さんたちの運動を教えてたんですね、はい、でその後はもう本当に子育て行ったんで、はいはい、で離婚の前後というか、うん、まあそれをきっかけとして、一つやっぱりきちんとあのライセンスを持って仕事ができるようになりたいなと。いくら日本で取ったライセンスがあるって言ってもアメリカでは使えないんですね、はい、特にそのフィットネス関係のものは、はい、なので学校に行きました。マッサージセラピストになろうと思って。へえ。1年間学校行って、はい、でマッサージセラピストの資格を取って、はい、でその後はあのカイロプラクティックのドクターと一緒に仕事をしたり、はい、そして8年ぐらいかね、はい、マッサージセラピストとして仕事をして、はい、でその間にまあ本当に普通の事務職みたいなのもちょっと 2,3 年ですけど経験することもあったりとか。へえ。でそういうところを経て、はい、やっぱりどうしてもなんかやっぱこう自分の好きなことって何なんだろうって考えた時に、はい、やっぱりこうお産とかお母さんとか赤ちゃんとか、うん、なんかそういうことに関わり合いを持ちたいなと思った時に、たまたまそのフリー雑誌にこのドゥーラのことを書いてる人がいたんですよ。でその方はアメリカ人のドゥーラさんだったんですけど、はい、日本に5年ほど住んでたことがあって、はい、だから日本語も少しだけ話せるドゥーラだったんですよね、はい、でその人との出会いがあって、もうすぐにそのドゥーラのトレーニングっていうのに入って、でもそこからです、
だからドゥーラを始めて今年11年目になるんですけど。へえ、すごいな。もう本当いろんなもう経験と出会いとご縁があって今に至るってことなんですね。そうなんです。本当になんかありがたいです。はい、だから海外にいればいるほど、はい、本当にいろんな方との出会いだったりとか、それからやっぱり家族の両方に出会ってもらえることがやっぱりすごくありがたかったですね。へ、言ったらまあ離婚した後っていうのは子供と3人じゃないですか。はい、でこの3人を常にうちの隣の家族がフィリピン人の家族だったんですけど、はい、とにかくもうお昼ぐらいになると隣のおばあちゃんが壁からこうやって顔出して「高よーごはん!」って叫ぶんですよね。へえ。でそのおばあちゃん日本語が少し話せるおばあちゃんで、その第二次世界大戦の時に日本がフィリピンに行った時に日本語を教えられたっていうことで、だからすごく上手にこうお辞儀をして挨拶をするおばあちゃんだったんです。へえ。でそうやってご飯をねよく食べさせてもらったりとか。へえ。あとは本当にいろんな国の人たちが集まってる国がこのユナイテッドステートなので、だから本当にいろんな国の家族の方たちにあのウェルカムしてもらい、このドゥーラの仕事を始めてからはお産っていうのは本当にその家族が、特にドゥーラっていう仕事は日常妊婦さんたちと関わっていく仕事なので、はい、例えばお家に伺ったりとか、はい、やっぱり家族の一員になっていくんですよね。でそうするとその家族がもう本当に増えてウェルカムしてもらって、すごくそういうありがたいお仕事をさせてもらって。へー、なるほど。いや、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや皆さん、これからですね、高幸さんと一緒に LA のロサンゼルスの子育てについてもそうですし、こういう出産のこういう仕事に携わられているということなので、そういった話を特にメインで高幸さんとはこれからどんどん動画を配信できたらなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をして楽しみにお待ちいただけたらなというふうに思っております。今日はですね、高幸さんにお越しいただいて、あのまずは今日自己紹介動画を撮らさせていただきました。高幸さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さんも最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。またぜひ見てくださいね。ということで本日は終了いたします。ありがとうございました。